こんにちは、エルクドルフィーの、泣ける演奏を聞いた後で、今日はエルクドルフィーと相当コンボを組んでいたブッカーリトル、ブッカーリトルのこれまた泣ける演奏を聞いていただきたいと思います。このあのブッカーリトルは私はあの50年ちょっと前にですね、横浜にいまして、ジャズを聴き始めてまだ1年の頃ですけど、横浜に1年間住んでおりまして、その時にですね、あの有名なジャズ喫茶ちぐさがありまして、そこに何回か行ったんですけども、その当時ですね、桜木町からちょっと歩いて、そのちぐさまで、探して行ったんですけども、そこのちぐさにですね、このブッカーリトルのアルバムがあの壁にかかってたんです。その時はもう全然まだ、コルトレーンとかロリンズとかですね、そういうその本当 の有名な人しか知らなくて、このブッカー・リトルという存在も全然知らなくてですね、このちぐさのアルバムのジャケットを飾る壁のところがあるんですけど、そこにこのブッカー・リトルがあるというのがものすごく印象にありまして、最初このジャケットを見た時に、そのブッカー・リトルっていうのがその人の名前なのかなんかも全然分からずにですね、ブッカー・リトルのこのアルバムと そのまた別なブッカー・リトルのアルバム、それとあのエルモ・ホープとかですね、私がもう全然聞いたことないようなアルバムが飾ってあったのを覚えています。特にちぐさはですね、もう私が行った時にそこの親父さんはもうかなり年配になっておられまして、珍しいことにそこではあのコーヒーをサイフォンで入れてくれるんですね。で行ったらコーヒーあのニコニコ笑いながらあのコーヒーをサイフォンで入れてくれて、それでそのこの壁のジャケットを見ながらですね、まあ、あのかかったアルバムはちょっと覚えてませんけど、このブッカーリトルではありませんでした。全然その時はそのこれよっぽどいいんだろうなと思いながらですね、見てたのを思い出します。まあ、それから何年か経ってですね、数年経ってこのブッカー・リトルというそのエリク・ドルフィーとのファイブスポット版でですね、初めて聴きまして、それからブッカー・リトルのアルバムを少し、買ってみようかなということになりました。でブッカー・リトルというのはあのマックス・ローチに、まあ、見出されたといいますか、あの結構あの作曲と編曲が得意なんですね。ほとんどあのオリジナル曲をですね、最初の頃からもう編曲してですね演奏してました。で、まあ、その中でもですね、このブッカー・リトルの、LP はですね、非常にあのワンホーンで、カルテットで本当にあのブッカーリトルにしては珍しくその、ワンホーンでそのブッカーリトルそのものにスポットライト当たってるアルバムだと思います。それにこれに共演してるのがですね、スコット・ラファローが入ってるんですね。やっぱりスコット・ラファロービル・エヴァンスで、有名になりましたので、このアルバムもですね、スコット・ラファローを目当てに、聞いた方も多いんじゃないかと思います。まあ、そういうわけでこのブッカー・リトルそのものをですね、ブッカー・リトルのトランペットを聞くにはこのアルバムは非常に最適なアルバムじゃないかなと思います。その中でもあのその当時のジャズファンでですね、有名だったのはこの最後に入ってます I can turn to ですか。このバラードがですね、本当にもう素晴らしいということで、その当時からですね、注目をされておりました。今日はぜひその
最後のバラード演奏をですね聴いていただきたいと思います。
いかがでしたでしょうか。非常に本当に、ラインのようなですね、一本の線のようなトランペットを吹く人じゃないかなと思います。本当にハートのこもった演奏ではないかと思います。